見るがよい。これがその方らの祭り守らんとした神の所業。貴様たちの虚しい抗いなど何の意味も持たぬのだ。これで理解できたであろう。世の行いこそが正しかったのだと。まだだ、まだ終わってなどいない。最後に勝利するのは俺たちだ。こやつ、諦めという言葉を知らぬのか。よかろう。ならば余が教えてやろう。諦めという言葉をな。まずはこやつからだ。ここから順番に踏みつぶしていくのだ。俺は信じている。最後の時まで信仰を忘れず努力し続けることにより神の奇跡が起こるのだと。だから俺は絶対に諦めない。この身が切り裂かれ砕け散る最後の時まで愛する家族と神の家カーバ神殿を必ず守り抜く。俺はジュバイルの息子、名はアウスだ。時を遡ること半日前、俺たちメッカの志願兵は侵略進軍を続けるアブラハからメッカを守るため最終防衛地に集結していた。アブラハの軍隊はアフリカ大陸から海を渡りアラビア半島を進軍、主要都市を次々と侵略し北上を続けていた。奴らの目的はアラビア半島屈指の貿易都市として繁栄していたメッカを侵略すること。圧倒的な戦力を誇示し降伏を強要してきたのだ。アブラハの有する戦力はあまりにも強大だったため、メッカの民は一時アルハダの山に避難し、争うことなく解決する方法を探り求めた。ところが、奴らが突きつけてきた条件は予想をはるかに超え、無慈悲なものであった。その条件とは、ただメッカを明け渡すだけではなく、我らが神の家カーバの神殿とそこに祀られている聖なる石を破壊すること。そして市民は全員信仰を捨て奴らの奴隷となることだったのだ。この卑劣な条件にメッカの民は怒りに震えた。そして戦うことを決意したのだった。瞬間もアブラハの軍隊は我らの故郷メッカを目指して進軍を続けていることだろう。我々は奴らの破壊と侵略からメッカを守るためこの決戦の谷からは決して引かん。我らの使命はアブラハの軍隊をメッカに一歩たりとも立ち入らせず退けることにある。そしてそれはここメッカとその象徴であるカーバン。まったく、行で何度目だ。すみません、緊張しちゃって。ほら、ありがとうアウス。大体、なぜそんなに武器と防具を身につけているんだ。我々メッカの志願兵を束ねるのが彼、ムサブ総隊長だ。数々の戦場を生き抜いた歴戦の猛者で、その知識と経験は我々志願兵の心の支えとなっている。でも僕動き回るの得意じゃないから。まったくお前というやつは。そしてこの少し太った憎めないやつがヒシャーム。大丈夫、
いつ敵が姿を現すかわからないこんな状況でも自然と場を和ませ明るくすることができる不思議な魅力を持っている。ごめんなさい、またやっちゃった。すまんな、ムサブ。こいつの余計な装備は俺が没収しとく。思えばムサブ総隊長が志願兵を募っていることを教えてくれたのもこのヒシャームだった。みんな聞いてくれ。我と思わん者はこの武器を持って行ってくれ。全部タダだ。ね、言った通りでしょ。ああ、本当に戦が始まるのか。俺たちの敵アブラハは聖なるカーバの神殿の破壊を公言している。そんなことは絶対にさせてはならん。そこまでです、ムサ。戦いはおやめなさいと伝えたはずです。お言葉ですが、ムッタリブ様、私はアブラハ総督に直接会い、その強い意志を確認してきました。彼は圧倒的な武力により私たちを制圧し、アブドゥル・ムッタリブ様、メッカを導く名士の一人だ。そしてアブラハの軍隊はメッカの支配をしようと使者を送り続けてきたが、その度にメッカを守ってきた偉大なお方だ。そんなことは決して。アブラハの力は想像をはるかに超えるものです。ゆえに我々に残された道は二つしかありません。速やかにメッカを明け渡すか、アブラハの奴隷となるほかないのです。奴隷？どっちに転んでも最悪だ。皆の命を守るべくメッカを離れることを決断しました。この機会に皆に伝えます。アブラハの軍隊が到着する前に私と一緒にここメッカを離れるのです。これは決して逃げではありません。生き延びることこそ。確かに生き延びてさえいれば俺たちの歴史はこれからも続いていく。だが俺たちはメッカを明け渡す選択など決してできなかった。必ずメッカを守る。そして第三の選択、敵を迎え撃つこととなった。ニザール、お前からも一言頼む。この中で戦を知る数少ない者としてな。そういったことが苦手だって知ってたろ。一言でも構わん、来いよ。いいじゃないですか、いつも通りガツンと一発言ってやりゃいいんですから。しゃあねえな。この武骨を絵に描いたような男がニザール隊長だ。メッカ一の剛腕で人望も厚い。俺はこの人の部隊に入った。まあ俺から言えんのは一つだけだ。やられる前にやれってことだ。そんだけ守っときゃ生き残ることができる。みんな死ぬんじゃねえぞ。以上だ。何がおかしい。いや、お前らしいと思ってな。だろ。ありがとう、ニザール。生き残ることが勝利への第一条件だ。隊長、やられる前にやれなんて当たり前じゃないですか。確かにな。まあ、がっかりですよ、僕は。こればっかりは、何度やってもなれねえな。いい演説でしたよ。単純で分かりやすかった。何事も単純だと助かるんだが。そうとばかりはいきませんからね。なぜ戦いを選んだ。家族の説得、単純にはすまんかったろう。ええ、戦いなんざ俺みてえな独り身がやる仕事だからな。そうでしょうか。家族がいるからといって守ってもらおうなんて虫が良すぎる話だと。さすがジュバイルが選んだ息子だ。これからの時代、お前さんのような善人が必ず必要になる。そん時まで死ぬんじゃねえぞ。俺は決して善人なんかでは。今のお前さんは誰よりも善人だ。過去に縛られる必要はねえ。
そんで、そん時覚えたことを今こそ使うべきだ。思い出したくもねえ過去かもしれねえが、そいつは戦場できっと役に立つ。きっとな。期待している。頼んだぞアウス。はい、確かに今の俺には思い出したくもない過去だ。だがこの戦場に来ると決めた時に誓ったんだ。忌まわしい記憶を封印するのではなく受け入れ、この名誉ある使命に就くと。そう、あれはムッタリブ様の宣言を家族に伝えるために急いで帰った時のことだった。噂は本当だった。あなた、タイフからアブラハの軍が迫ってきている。分かっている。すぐに避難の用意をしなさい。え、家族を守るのはお前の役目だ。お父さん、まさか戦うおつもりですか。ムッタリブ様は避難せよと。神を蹂躙する行為を黙認することなど私には決してできない。わかりました。しかしメッカに残るのは俺の役目です。あなた、体が覚えているんだ。剣の扱い、そして戦い方も。俺は神に許されるような人間ではありません。だから。それは昔の話だ。あなたが罪を深く悔いていること神はご存知です。自分をそのような卑しいものと見る理由はありません。いえお母さん、この印がある限り重ねてきた罪から逃れることは決してできない。俺は罪で汚れているんです。そんなこと、そんなことありません。神はすでにあなたのことをお許しになっているはず。この幸せな日々の生活が何よりの証なのではないでしょうか。ありがとうヒンド、お前の言葉にはいつも救われ勇気づけられる。俺はここメッカと大切な家族を守りたいんだ。ですが、誰かが戦わなければならない運命ならば、それは俺に課せられた使命だ。あの日、あの時、この家に盗みに入った俺をあなたたち夫婦は罰することなく許し、家族として迎え入れてくださった。それは罪を犯すことでしか生きていく術を知らなかった俺に、平穏無事な日々と信仰の素晴らしさを教えてくれました。全てあなたたちのおかげです。そして今がその恩に報いる時なのです。アウス、あなた、私たちは幸せ者ですね。ああ、私も避難の支度を始めるとしよう。はい。あなた、お願いがあります。ヒンド、どうかこれを、このアイシャドウを戦場でも身につけていてください。ああ、これが戦場で俺に勇気を与えてくれるだろう。離れていても私たちはいつも一緒です。お前こそが俺の目、そして心だ。もちろんお前もいつも一緒だよ、ワハブ。待っていてくれ。必ず炎を灯し、勝利を伝える。はい。まさか、もう来たのか。砂塵です。北東より吹き上がる砂塵を確認しました。砂嵐にしちゃ変です。おそらくは敵軍ではないかと。早いな。到着はいつと見る。砂塵の位置から見ておそらく夜明けの頃かと。分かった、引き続き見張りを頼む。はい。うろたえるな、静まれ。たかが気配で取り乱しているようでは戦場で戦うことなどできんぞ。
確かに敵の数は我々よりも多い。しかし数が多いほど指揮系統が崩れれば脆いことも事実だ。各部隊の隊長、そして大将のアブラハを倒せば敵軍は一気に崩壊するだろう。恐れることなく私についてくれば必ず勝利できる。いいか、分かったか。おー、声が小さいぞ。おー、もっとだ。石膏からの報告によると、キャツラかの地にて迎撃を企てているとのことです。ほう、はあ、愚かにも死を選択するとはな。はい、総督の恩情を理解できぬとは誠の愚民。キャツラがこの象の軍団を目の当たりにしても逃げ出さずにいられるか見ものですな。それで別ルートの石膏は何と。そちらにおかれましても総督の読み通りとの報告を受けております。やはりな。ムッタリブメ、このアブラハを欺けるとでも思ったか。外が騒がしいわ。ええ、アブラハ軍が姿を現したのかしら。見てきます。ワハブお願い。気をつけて。はい。おい、こっちだ。なんだあの煙は。ムッタリブ様が間違いにならアブラハの軍団だ。ありゃとんでもねえ量だぞ。まさかこの光が全て。台風が落ちたという噂は本当なのかもしれませんな。それにあの大きな砂塵、敵は戦車のようなものを従えている可能性も。なんということだ。これがアブラハの言っていた圧倒的な力。足元の悪い中、遠路はるばるお越しいただき誠痛み入る。まずはこたびの非礼お詫びしたい。詫びる？勘違いされては困る。要はラクダを盗めなどとは命じてはおらん。では何故。その方らと交渉を行った死者の浅地へよ、200頭ものラクダを奪うことによりメッカのために圧力がかかると考えたのであろう。なるほど。ではラクダは返していただけると。まあ待たれよ。ん？まだ詫びが済んでおらぬ。ハウカブ、世の誠意を見せい。御意、これより浅はかな盗っ人どもの処刑を行う。なんということ。これが世の誠意。無論ラクダも全てお返ししよう。しかしだ、これだけは覚えおき願いたい。世の要求は何一つ変わっておらぬと。それはこちらとて同じこと。この度はメッカの代表ではなくラクダの所有者としての責任を果たしたまで。ほう、ではカーバ神殿は誰に責任があると。神のものなればそれは神自身に。神を冒涜し神殿を破壊するというのなら試みるがよい。必ずや神の御業を知ることとなる。おお、それは面白い。神の御業とやらがどれほどのものか試してみようではないか。愚かなこと。その方らは神が敗れる様を指をくわえて見ているがよ、我が軍の圧倒的な力によってな。我々は
奴の戦力を暴く見ていたようですな。ええ、今私たちにできることは祈ることのみ。そんな、どうかご無事で、アウス。ヒンド。危ないからハビブは離れてて。でも綺麗事ばかり言いやがって。どんな御託を並べようと結局は生きるか死ぬか。やめてください。それだけだ。よせ。そこまでだ。ニザール隊長。大丈夫だ。あとは任せろ。はい。威勢がいいな坊主。志願してきただけのことは。なかなかやるじゃないか。だがここまでだ。どけ。おい、どかんか。すまないニザール、彼は私の隊のものだ。お在間の部隊のもんか。道理で行儀がなってねえわけだ。また君かね。まったく困ったものだ。それでなぜ喧嘩が始まった。知るかよ。待ちたまえ。おい、ズーラロ。ズララ、え、ズララなのか。待たないか。そんな態度を取っているとクビですよ。勝手にしろ。俺はこの綺麗事しか言わねえ野郎をぶちのめす。ただそれだけだ。綺麗事？何が気に食わん。言ってみろ。俺は志願兵なんかじゃない、傭兵だ。だから守るだろ、誰かのためだろ。綺麗事ばかり言うアマちゃんを見てっと虫唾が走るんだよ。しかしだね。黙れ。俺がここにいるのは食うためだ。敵を倒し報酬がもらえればそれでいい。お前ならわかるはずだ。信仰だけじゃ腹は膨れねえからな。だろアウス。なんでこんな奴が君の名を。なんだ、まさか知り合いなの、アウス。みんなに教えてやったらどうだ、お前の過去。過去ってまさかそんな。アウスは罪人の仲間なのか。子供の頃、ここにいるズララと俺は盗賊の一員だった。罪人だったっていうのかい、アウス。だが俺たちは望んで盗賊になったわけじゃない。仕方なかったんだ。食っていくために、生きていくためには。望んで盗賊になったわけではないと言ったな。ではなぜだ。なぜ盗賊の一員などになった。それは俺がまだ幼かった頃、熱心な信仰者だった両親とメッカに向かう旅の途中、人気のない山道に差し掛かった時、突然盗賊に襲われたんです。俺を守ろうとした両親は抵抗むなしく無残に殺され、残された俺は何が起こったのかも理解できぬままさらわれました。奴らはさらった子供を自分たちのものと主張するため、盗賊団の印を
左の腕に無理やり焼き付けるんです。やめてやめて、嫌だよ。それは一生消えない罪人の奴隷となった証。こうして盗賊団の奴隷となった子供たちは奴らの手先となり、罪深い行いを仕事と称して強要される。盗賊どもは知っているんです。子供が相手だと人は心を許し油断する。大丈夫か、しっかりしろ。そこに奴らが現れ、善良な旅人を容赦なく襲う。時には子供たちだけで盗みを働けと強要されることも。そんなことは決してやりたくはありませんでしたが、逆らえば体罰が待っていることはもちろん、食事にありつくことすらできない。食べて生き抜くためには与えられた仕事をこなし、盗賊どもに気に入られるしかなかったんです。そんな絶望しかない日々に光を与えてくれたのがズララでした。盗賊どもが警戒を緩めた瞬間に脱走しようと誘ってくれたんです。それは子供の考えた無謀な計画でしたが、あの時の俺には唯一の希望の光だったんです。止まるな、アンセ、俺に構うな、行け。もう一度生きようとする力をズララが与えてくれた。何をもたもたしてるんだ、行け。しかしズララは追っ手に捕まり、結局逃げることができたのはお前だけだったかな。ああすまない、あの時俺は。謝る必要はねえ。俺は誰にも頼らねえし誰も信じねえ。お前たちのように信仰もねえしな。待ってくれズララ、俺もここメッカにたどり着くまではお前と同じ考えだった。だが養父ジュバイルと出会い、教えてもらった信仰の話が俺を救ってくれたんだ。話？そんなもんで腹が膨れるとは思えねえな。またんか坊主、うん、確かに腹の足しにはなんねえが、同じ境遇だったお前には考えを改めるいいきっかけになる話かもしれねえぞ。悪いが俺には。よし、そんなに素晴らしい話があるのならぜひ我々にも聞かせてもらおうじゃないか。なあみんな、アンセ、みんなに聞かせてやってくれ。お前の人生を救うこととなった信仰の話を。はい、みんな聞いてくれ。今から話す内容は俺の人生を変えてくれた奇跡の物語だ。それは預言者を信じ続け信仰を忘れず行動を起こした男、羊飼いナラムの話だ。彼方の空に分厚い雲が垂れ込め、遠雷が鳴り響く。かつてない空の異変は羊飼いナラムに不穏な予感を与えていた。預言者ヌーフによれば、間もなく神の審判が下り、未曽有の大洪水が世界を襲い、陸地を海に沈めてしまうというのだ。ナラムはその言葉を信じ、村人たちに避難を促した。風の匂いが変だし、雲の動きだって見たことねえ。この雨がずっと続いて大洪水が起きるんだ。常軌を逸した発言にナラムは村人の嘲笑の的となり、馬鹿にされ石を投げつけられた。雨は日に日に激しさを増し、村近くを流れる川も溢れんばかりに水かさを増していった。その頃、預言者ヌーフ、その家族、そして彼の信者たちは山頂部の森を切り開き、巨大な船を作り始めていた。どんなに笑われようとも手を止めず、皆を救おうとするヌーフの姿はナラムの信じる心を強くし、勇気を奮い立たせた。みんな、いい子で待ってるんだぞ。いざって時は俺を待たずに逃げるんだ。ナラムは
大切な羊たちに別れを告げると、再び村人を説得するため山を降りた。雨と風がさらに激しさを増し、嵐と化すと、荒れ狂う風は木々をなぎ倒し、川は急激に水かさを増し氾濫。預言者ヌーフを嘲笑った村人たちは家ごと流してしまった。激流に流される村人を救おうと必死に手を伸ばすナラムだったが、神の審判に抗う術はなく、彼もまた流されてしまう。荒れ狂う激流に飲まれ、もがき苦しむナラムの前に一本の枝が差し伸べられた。彼を救ったのは預言者ヌーフの息子ヤフェトだった。嵐による大洪水到来の前に預言者ヌーフの船は完成した。そのあまりにも巨大な勇姿にナラムは目を見張り、ただ立ち尽くしていた。激しい雨が打ちつける中、船の側面の入り口からさまざまな動物たちが列をなして入っていく。ナラムの羊たちもその中にいた。嵐はさらに激しさを増し、荒れ狂う川は海と一体化し、ヌーフの船に襲いかかった。巨大な波が何度も船体を襲い、船内に轟音を響かせる。ナラムは羊たちを抱き、ただひたすらに恐怖に耐え続けた。巨大な波をまとった海は水面を瞬く間に上昇させ、津波と化して山々を飲み込む。今や陸地は完全に海に沈んでしまったのである。神の審判は成し遂げられたにもかかわらず、雨は止む気配を見せなかった。船は激しい衝撃に悲鳴を上げ、日に日に外壁を失っていった。ナラムは羊たちと共にただひたすら神の許しを待つほかなかった。一体どれほどの日にちが過ぎたのか、いつしか雨も風も止み、外は静かになっていた。ヌーフの船は審判を乗り越えたのだ。助かったのは動物たち、そしてヌーフの家族と、予言を信じわずかに集まった者たちだけだった。嵐は完全に過ぎ去り、どこまでも続く大海原に浮かぶのは一隻の船のみ。生存者たちは久しぶりに浴びる太陽の光に、生きていることの幸せを感じながら一羽の鳩を放った。ナラムは大切な家族とも言うべき羊たちを守り抜いた。努力を怠らず信じて進む者にこそ神は道を示してくれる。間もなく預言者ヌーフの放った鳩が陸地の知らせを届けてくれるだろう。新しい時代が始まるのだ。俺はこの物語によって信頼と協力、そして信仰の素晴らしさを知ったんだ。ありがとう、アウス。いい話だった。ありがとうございます。待ってくれ、ズララ。お前が身代わりになってくれたから、俺は人生に希望を取り戻すことができたんだ。勝手なこと言ってんな。また守ってくださいってか。ああそうだ。だが今度は俺を守ってほしいんじゃない、ここメッカを守ってほしい。言うにこと書いて。一緒に戦ってください。私がいけなかったのなら謝りますから。お願いです、ズララさん。あなたの力が必要なんです。綺麗事ばかり。もうお前を置いて逃げたりはしない。今度は俺がお前を守る。本気せかましいんだよ。よせズララ、やめるんだ。抜けよ。確かめてやる、本当に俺を守ることができるのかを。やめてください、アウズさんは。そんなことを。
いつら。ばっか食って太ったか。ズララ、お前は鋭さが増したな。合格だ。いいぜ、戦ってやってもな。本当か。ただし条件がある。条件？飯を食わせろ、たらふくな。まったく、それしか言うことないのかよ。チッ、つまんねえの。行こうぜ。ああ、やったね、アウス。アウスさん、ズララさん、ありがとうございます。みんなでメッカを守りましょう。あいつは俺が預かる。いいな。勝手にしろ。来たか。敵です。敵陣が最終防衛地に侵入してきました。まもなく地上からも陸側で確認できるはずです。確かめるぞ。うん、行こう。待って、どけ、どくんだ。道を開けろ。なんだありゃ。あの距離から見えるってことは予想以上に大きなものを。おい、見ろよ。あれってとんでもなくでかいんじゃないか。戦車から動いてるぞ。アウス、馬が。一頭だけか。おそらく死者だろう。士気が下がった直後に送ってくるとは。行ってくれ。待て、罠だったら。動揺を悟られるわけにはいかんだろう。分かった、頼む。総督は戦わずしてメッカを手に入れるおつもりだ。相手に猶予を与え、この巨大な像マフムードを見せつける。恐怖と不安は立ちどころに膨れ上がり、敵の戦意を削ぐ。まこと総督とハウカブ様は戦い上手であらせられ。時間こそ恐怖を高めるための武器。さて、どこまで耐えられるかな、この恐怖と不安の時間に。止まれ。これより先はメッカの地。神にあだなす者の立ち入りは禁じられている。心して聞け、メッカの民よ。恩情深きアブラハ総督より最後のお達しである。我が軍の目的はあくまでカーバ神殿の宗教価値の破壊とメッカの商業価値を得ることにある。よって人民の絶対的服従を求める。戦いは本意ではないとして。勝手なことを。即刻この地を明け渡せばよし。さもなくば我が軍が全力をもって殲滅せしめる。その方らに与えられた猶予は日の出まで。さよう承知おけ。はあ。猶予だと、ふざけたことを。日の出まであの化け物を見せつけて恐怖心を煽り続ける気じゃねえか。とにかく皆を早く落ち着かせねえと。まずいな、恐怖が広がっていく。さてと、そろそろ潮時のようだ。もらうものはもらったんだ。おめえらずらかるぞ。ザイド、ずららがついてこねえ。ほっとけ、お友達と仲良くしにてえんだろうよ。
なことより騒ぎを起こして隠れるぞ。もうダメだ、俺たちは死ぬんだ。みんな逃げろ。あんだけの化け物に勝てるわけねえ。食われる前に逃げろよ。落ち着くんだ、静まれ。不安を口にすればたちまち恐怖に飲み込まれて、よせ、下がるんじゃない。恐れを悟られれば敵の士気を上げることとなるぞ。頼む、みんな聞いてくれ。まずいですね、このままでは何もしないままメッカを分け渡すことに。そんな、まさかこんなに早く決着がつくとはな。とんだ茶番に。アウス、私たちもムサブさんと一緒にみんなを引き止めましょう。はい。でもどうやって。ヒンド、君のために俺は戦う。何やってんだあいつら、まんまと敵の術中にはまりやがって。恐れるな、俺は決して引かない。みんな落ち着け、落ち着くんだ。待て、引くんじゃない。おめえらもう少しだ、ついてこい。一緒に戦いましょう。戻ってくれ。そう来なくちゃな。勇気を持ち、己の信じる道を突き進んだ彼ら先人たちのように、俺もこの恐怖を打ち砕くことができると信じる。アウス、その顔。みんなを落ち着かせる力を貸してくれ。でも注目を集めるんだ。そう言われても無理だよね。はい。ったく、持ってる武器を叩き合わせろ。こんな時は呼びかけたって無駄だ。でけえ音を立てまくるんだ。でけえ音。お、止まれ、落ち着けんだ。あいつら、どう、クララ、アウサー、どうした。聞け、皆の者を聞くんだ。俺はジュバイルの息子アウス。ここメッカと愛する家族を守るために立ち上がったものだ。お前たちも同じ志のもと、この戦場に集結した勇者ではなかったのか。今ここで恐怖に負け敵に背を向け生き延びたとしても、故郷と信仰を捨てたことは一生の後悔としてその身に降りかかることになるぞ。アウスの言う通りだ。お前たちは後悔しないためにこの戦場に集結したのではなかったのか。ならばなぜ逃げるのだ。ならばなぜ武器を捨てる。我らが一つにまとまり戦えばアブラハ軍の像など恐れるに足りん。今こそメッカの民の団結力と勇気を見せる時だ。諦めずに勇気を持って進み続けた者たちを神は決して見放したりなどしない。もう一度武器を掲げ敵に立ち向かえ。そうだ、もっと高く掲げろ。もっと声を出せ。ザイド、見ろよ、あいつらやる気を取り戻しちまったぞ。ほう、腰抜けの集まりかと思ったが頑張るじゃねえか。さーて、あの化け物どもとどこまでやれんのか、高みの見物としゃれ込もうじゃねえか。なんと、恐怖に打ち勝ち踏みとどまったか。我が象の軍団を前にして退かぬとは見上げた心がけよ。一時は後退する動きを見せておりましたが、いかがいたしましょう。試してやろうではないか。日の出まで戦意を喪失せずにいられるかをな。御意、威嚇を開始せよ。時が来たようですね。祈りましょう、メッカの戦士たちのために。はい。お父様、私怖い。私もだよ。
おそらく戦場にいるアウスも襲い来る恐怖と必死に戦っていることだろう。だからこそ私たちはメッカの戦士たちの勝利を祈り信じ続けなければならぬのだ。はい。不安や恐怖に負けそうになった時は思い出しなさい、奇跡の物語。そうだ、今こそお父様から教わった偉大な先人の勇気と強い心を思い出さなくては。ヘブライ人の少女ラヒールの物語を。その年、ファラオが支配する国はひどい疫病と作物の不作により冬を越すことすら危ういほどだった。それでもわずかな収穫物を得るため奴隷たちは休む間もなく労働を強いられた。こうして取れたわずかな作物はファラオを中心とした身分の高い者にしか渡らず、奴隷たちは飢えと疲労により限界を迎えていた。静まることのない背中の痛みの中、奴隷の少女ラヒールは仲間のエフライムからある計画を知らされる。今夜全てのヘブライ人たちがこの町から脱出するという。その導きを行うのは預言者ムーサ。途方もない奴隷の数を一人残らずファラオの支配から解放しようというのだ。さあ歩こう、力の鍵。諦めず行動を起こす者にきっと神は力を貸してくれる。今日は俺たちが自由を手に入れる記念すべき日となるんだ。はい、たとえこの傷の痛みが私を苦しめようとも、その道の先に自由があるのなら。夜の闇に紛れヘブライ人たちは歩き出した。どこまでも続く砂漠に彼らの作り出す列が地平線へと続く。あるけどあるけど続く砂漠、それは永遠に続くかのように思われた。砂はヘブライ人たちの足に重く絡みつき体力を奪っていく。老人や子供、そして怪我人は徐々に遅れを取るようになり列の最後尾に固まっていった。ラヒールの姿もその中にあった。空腹と眠気、そして傷の悪化により疲労が頂点に達していたのだ。それでも彼女は歩みを止めようとしなかった。預言者ムーサを信じる心は決してくじけることはなかった。彼方の地平線が赤く色づき夜明けを告げる朝日がうっすらと差し込んでくる。疲労と寒さで失っていた感覚が太陽に照らされよみがえってくる。しかしそれは砂漠が厳しさと恐ろしさの側面を見せる合図でもあった。太陽が昇るにつれ気温が上昇し足元の砂も熱くなっていく。流れる汗は体内から水分を奪い絡みつく砂は足元を焼いていく。痛みと渇きで次々と意識を失い倒れていくヘブライ人たち。ラヒールの体力も限界を超えていた。彼女の歩みは徐々に遅くなり、ついに膝をつきその場に倒れ込んでしまった。そんなラヒールに老婆レベッカが近づき水を与える。立ち上がるんだ、自由は贈り物じゃない、勝ち取るものなんだよ。ムーサ様の言葉を聞いて私はそう思ってるんだ。レベッカの言葉と一口の水によって失いかけた意識を取り戻していく。ラヒールは再び立ち上がり歩き始めた。何度砂丘を越え何度砂嵐に耐えたのか、すでに何日か経ったのかすらわからなくなっていたラヒールたちの眼前に海が広がっていた。自由への道を断たれてしまったのだ。行く手を完全に断たれ立ち尽くすほかないヘブライ人たちの後方にファラオの軍隊が迫っていた。前方に海、後方には軍隊。ヘブライ人たちは蜘蛛の子を散らすように逃げ始めた。
預言者ムーサによるヘブライ人の解放は失敗に終わったかに見えた。ところがその時、預言者ムーサの杖が天空に掲げられた。晴れ渡った空が瞬時に分厚い雲に覆われ、稲妻が空を駆け巡る。凄まじい海鳴りが響き渡り、海面が大きくうねり始めた。空一面を激しく明滅させる無数の稲妻が預言者ムーサの杖に集結し、海面に突き立てられると、ヘブライ人たちを阻んでいた海が左右に割れ、立ち上がった海水は巨大な壁となって対岸へつなぎ渡る。さらけ出された海底が自由への道と化したのだ。ヘブライ人たちは迷うことなく海の中に現れた自由への道へと走り出した。ラヒールもまたこの神の起こした奇跡に痛みも疲労も忘れ、必死に走っていた。ファラオの軍隊は神の起こした奇跡を目の当たりにしても追撃の手を緩めなかった。最後尾を走っていたラヒールに迫るファラオの軍の兵士たち、このままでは捕まると思った次の瞬間、海の壁が轟音とともに崩れ去り、追ってきた兵士の行く手を遮った。ラヒールを心配し戻ってきたエフライムが彼女の手を取り対岸へと導く。そしてラヒールとエフライムが対岸へたどり着くと、海は役割を終えたかのように壁を解き放ち、一気に崩れ去っていく。とてつもない量の海水が左右からぶつかり合い、海の真ん中に残されたファラオの軍隊を飲み込んでいく。彼らはなすすべなく海の藻くずと化した。奇跡の道は完全にその姿を消し、荒れ狂っていた空と海も穏やかさを取り戻していった。朝日がヘブライ人たちを優しく照らす。神を信じ歩き続けた者にのみ与えられる奇跡。ついにヘブライ人たちは自由を手に入れたのだ。ラヒールはこの喜びをかみしめ、再び歩き出すのだった。私もラヒールのように強くならなければ。そうだ、共に祈ろう。アウスの無事を、そして信じよう。メッカの戦士たちの勝利を。陣形を維持しろ。威嚇に臆するな。そろそろ時間だ。どうする？先手を打ち主導権を握るほかなさそうだ。だがどうやって？大表戦と言ったら笑うか。いや、俺もそれしかないと考えていた。それなら話は早い。人選を任せる。頼んだぞニザール。おう。総督、お時間です。いかがいたしましょう？象の恐怖に打ち勝つとは見上げたものよ。降伏し奴隷とならなかったことを後悔させてやりましょう。敵陣に動き出す。ん？死者と思われる者たちがこちらに向かってきます。近づくのは3名、それも徒歩です。今さら降伏とは思えませぬ。あるとすれば、この地方の流儀にのっとった代表戦かと。ふん。無論こちらが応じる必要はございませぬ。面白い。あ、応じてやろうではないか。その代表戦とやらに。御意、子においてもこちらが上ということを十分に分からせてやりましょう。まったく、傭兵を代表に選ぶなんて人材不足にも程があるぜ。そう言うなよ。選ばれたことを光栄に思わなきゃな。そうだぞ。なんたってこの俺が選んでやったんだ。感謝しろ。感謝だ？冗談だろ。それと言い忘れてたが、今からお前さんは正式に俺の部下だ。
ちゃんと言うことを聞くんだぞ。勝手なこと言ってんだよ。まったく。さてと、あとはアブラハがこの挑発に乗ってくるかだが。ダメなら俺たちは無駄死にだ。大丈夫だ。ああ奴らが自分の力を過信していれば挑発に乗ってくるはず。おいでなすった。無駄死ににはならずに済みそうだな。どうやらあいつらが向こうの代表のようですね。なんだよあの影、すごく大きいぞ。脅威は象だけではなかったんですね。大きさだけが勝敗を決する要因ではないということを証明してくれよ、ニザール。メッカの民よ、アブラハ様よりいただいた慈悲を無駄にするつもりか。もともと慈悲など求めちゃいねえよ。逃げ出すんなら今のうちだぞ。生意気な。こっちはすでに代表戦の用意もできてんだ。さっさと始めようぜ。愚民どもが。交渉は決裂した。ハウファ、シャーレ、アンマラン、この身の程知らずの愚か者どもに最大の恐怖と痛みを与えてやれ。こいつは少々骨が折れそうだな。ああ、お前たちは待機だ。俺が全員ぶっ倒す。待ってください、先方は俺が。だが得体の知れない奴らだ。先にアウスにやらせて戦闘力を見極めようぜ。それじゃアウスが毛頭捨て石になろうなどとは考えていません。俺が全員倒してみせます。臆病風に吹かれたか、メッカの民よ。先方は迅速に前に出て正々堂々と戦え。俺様の相手は誰だ。アウス、ビビってんなら代わってやってもいいんだぜ。飯をおごってくれんなら代わってやってもいいぞ。そいつは無理な相談だ。双方よいか、これより3対3の代表戦を行う。勝負は幸福か死をもって決着とする。なんだその面は。俺様がそんなもんでビビると思った。それでは始め。このシャーテルの攻撃をかわし続けるとはなかなかやるな。だが次はないと思え。握りを変えた。こっちに来い。オス逃がすか。いいぞハウファ、奴らに圧倒的な力の差を見せつけてやれ。アウスのやつ何やってんだ、逃げてばっかじゃ。いや、うまく回り込んだ。死ね。よし。何を今さら。よし。まさか何をしている。さっさと勝負はついた、降伏しろ。ふざけるな。立てハウファ、アブラハ様がご覧になっておられるのだぞ。よせ、負けを認めろ。無駄に死ぬことは。ちまずは俺たちの勝ちだな。さてどうする。これ以上不毛な戦いを続けるつもりか。シャーレ、アンマラン、総督は勝利を求めておられた。この意味がわかるな。どのような手段を使ってでも必ず勝つのだ。シュート様。お前の相手はこの俺だ。その鳥の巣を叩き落とされたくなきゃ武器を捨てろ。
鳥の巣かと思ったら本物かよ。貴様のスピードはそんなものか。ズラ、うわく負けを認めろ。我が軍最強の戦士たちが。すごい、みんな勝ったぞ。戦勝だ。やりましたね。はい。おお。おい、残ってんのはお前さんだけだぞ。まだ戦うつもりか。アブラハに伝えろ。俺たちはとてつもなく強い。どうやらゾウとは戦わずに済みそうだな。ああ、おっとけ。無様な行為は俺たちの勇姿を引き立てる。あとはアブラハがこちらのルールに従って負けを認めるかだが。勝利アンマランまでも。面白い、実に面白い。ハウカブよ、よもや我が軍が負けたなどという前な。決してそのようなことは。今の戦いは総督に楽しんでいただくための余興でございます。これよりメッカ軍との戦闘を開始する。全部隊進軍よ。俺には降参する動きには見えねえが。まずいな、二人とも戻るぞ。はい。まったく、何のために戦ったんだか。おい、なんだよ。どうやら行儀よく帰ってはくれんようだな。みんなよく聞け。我々は見事代表戦に勝利した。にもかかわらず敵は不穏な陣形を取り始めている。勝ったと思ったんですが。こんなのってズルだよね。え、でも個の力ではこちらが上と見せつけてやることができました。敵の士気は確実に下がっているはず。はい、今度は私たちが頑張る番ですね。よーし、そうです、やってやるぞ。勝った側が逃げ帰るなんて納得いかねえぜ。こいつも作戦通りってやつ。はあ、代表戦に勝ったことで精神的に優位に立つことができた。3人ともよくやってくれた。怪我はないか。ないと言っちゃ嘘になるが、問題ない、今すぐ戦える。よし、ならば今こそ目に物見せてやろうじゃないか。総督、戦いの準備が整いました。聞け、友柄どもよ。メッカの愚民どもに我が軍の力を見せつける時が来た。完膚なきまでに叩き潰し、キャスラの信じる神など存在せぬと分からせてやるのだ。全部隊進軍せよ。来たな、神をも恐れぬ愚か者どもめ。みんな聞いてくれ。俺たちがこうして集結したのはまさにこの時のためだ。今から始まる戦いはここメッカと愛する家族を守るためだけではない。神を蹂躙しようとするアブラハ軍からカーバス神殿を守ることでもあるのだ。
必ず勝利し、大切なものを守りきるぞ。神は我々の味方だ。何も恐れることはない。行くぞ。傷でも負わされては構わん。完膚なきまでいただき潰し、代表戦の借りを返すのだ。よいな。よい。思い出すな、ズララ。お前と組めば負け知らずだった。ああ、コンビ復活といこうじゃねえか。なんてデカさだ。ビビってんなよ、アウス。大丈夫か。ああ、だがどうする。考えがある。奴らの注意を引け。また一人で逃げるつもりか。かもな。いいだろう、その冗談に付き合ってやるよ。近づけばぞ。離れれば矢か。こっちだ、来い。借りるぞ。いつまで待たせんだ、アウス。やっとかよ。そいつならこの化け物の皮膚を貫ける。みんな僕に来れ。無茶言いやがって。そこか。逃げろ。やべ。やったぞ。楽勝だ。まずいな。俺たち以外は交代を始めてるぞ。孤立しているぞ。ですが戦はこれからだろうが。ゾウに勝ったのはお前たちだけ。しかしここまで来た。引いてどうなるってんだ。警告まで下がり、ゾウの自由を奪う。なるほど、狭い場所なら可能だ。だが俺たちがその作戦に参加するのは難しいかもしれねえな。ニザール、今だ。二人を連れて行け。行くぞ。はい。ニザール、私に構うな。行け。二人とも行くぞ。しかし隊長が。あい
奴が命を張ってまで助けに来た理由を考えろ。お前たちならこの戦いに勝利することができるからだ。分かったな。これは命令だ。行くぞ。はい。警告に戻るんだ。すまない、ムサム。今のうちだ。行くぞ。ホナイマ、お前も早く行け。はい。よし、これで私の役目も終わり。どうやらこれまでのようだな。何をしている。私に構うな。最後までお供させてください。すまんな、こんな役割を。これです。行くぞ。はい。総督、敵が後退していきます。随分と時間がかかったな。愚民どもにここまでの力があるとは考えも及ばず、よもや憎悪一頭失うことになろうとは。まあよい、楽しみが一つ増えたというものだ。出るぞ。マフムードを前進させよ。総督自ら前線に向かわれると。憎悪を倒した者がいかほどの戦いをするのか見てみたい。よい、憎悪殺しには必ずや死の報いを。いや、殺してはならん。最大の恐怖と苦痛を与え、我が軍が最強だと知らしめる。そして語り部になってもらおうではないか、このアブラハとゾウの軍団のな。おい、見ろよ、尻尾巻いて逃げてきたぜ。バカな奴らだ。本当に勝てるとでも思ってたのか。ズララの奴も今頃後悔してったろうぜ。おっと、見ろよ、アブラハが動き出したぞ。全軍まとめて一気に攻め込むつもりだ。これでおしまいだな、メッカも。いいぞ、みんなよく戻ってきてくれた。怪我人はテントに身を隠せ。動ける者はもう一度武器を取って俺の話を聞いてくれ。敵は今勢いづいている。すぐに攻め込んでくるはずだ。だから細けい話は抜きだ。簡単に説明する。防壁の区画を明け渡し、この拠点に敵を誘い込む。こんだけ狭きゃ象も自由に動き回れねえはずだ。あとは気合で敵を一人でも多くぶっ倒す。いいか、ここが正念場だ。絶対にメッカを守り抜くぞ。よし、まだだ、まだ戦える。隊長、ニザール隊長、敵が陣形を変え進軍スピードを上げてきました。何、最後尾にいたひときわ大きな象が先頭に立ち導いています。おい、まさか。まもなく爆発です。もうそんなところまで。隊長、これはチャンスです。チャンスだと。一番大きな象が出てきたということは、奴らが油断しているという証拠です。先頭にいる象にはおそらく敵の将軍アブラハが乗っているに違いありません。俺がその像へ切り込み、突破口を開きます。必ず敵将まで近づくことができるはずです。あとは首を取るだけか。はい。だがそんなことをすればお前を。まずい。隊長、あとは頼みます。アウス。あいつ、一人でこの象の軍団に立ち向かうつもりか。愚かにも程があるわ。おへえ、お前気でも触れたか。大丈夫。おやつ、まさか代表戦でハンファを倒した。それだけではない。あの身のこなし、象殺しの片割れに違いない。なんと、それでは直ちにこのマフムードを下げ。いや、
悪あがきに付き合ってやろうではないか。見よ、余の首を取る賭けに出たと見える。キャツラ、証拠りもなく武器を持て。たどり着いた者には余自ら引導を渡してやる。いいか、よく聞け。今が最後の踏ん張りどころだ。貴様たちの命を俺に預けろ。いいな。ここは任せろ。だがまたお前を置いていくことに。あの時のお前の選択は正しかった。だから安心して取ってこい。アムラハの首をな。やはり来たか、ゾウ殺しの男。奴が、アブラハか。よくぞここまで来た、メッカの戦士よ。阻止の武田式戦いぶりに敬意を表し、よう自ら相手をしてやろうではないか。来い、ゾウ殺しの男よ。アブラハ、見事な身のこなしだ。我が軍門に下るのならば命だけは助けてやる。愚かな、それが貴様の答えか。ひるむとは甘いな、ゾウ殺しの男よ。話せ。貴様はそう簡単には殺さんぞ。この傷よりも大きな痛みと苦しみを味わうがよい。ハウカブよ、ここにメッカの残党を集め処刑を行え。キャツラの信じる神など存在しないと証明するのだ。御意のままに。皆の者、まだ息のある敵兵を知ってらえや。負けたのか。すまない、みんな、あとは頼む。俺にはもう何も。この声は、ヒンド、ワハブ、すまない。約束を守ることができなかった。せめてもう一度だけお前たちをこの手に抱きしめたかった。お父さん、お母さん、今までありがとうございました。今の俺があるのはあなたたちのおかげです。罪人だった俺を受け入れ、過去の辛く悲しい記憶に打ち勝ち、乗り越える方法を教えてくださった。苦しみや悲しみに負けそうになった時に思い出すといい。必ずお前の救いとなるだろう。そうだ。今こそその教えに従い、立ち上がる時じゃないのか。もう一度思い出すんだ。勇気を持ち、諦めずに戦い続けた者たちにのみ起こる、奇跡の話を。それはここメッカが生まれるよりはるか昔の話。
巨人のアード族が治める国があった。その名は円柱都市イラム。アード族は暴力による支配を行い、繁栄を謳歌していた。裕福な人間は貢ぎ物を用意し、豊かな生活を保障されたが、貧しい者は奴隷として彼らに仕えるほかなかった。アード族の議長、聖職者の長カムカムとその弟子タワブに尋ねた。近頃アード族の中で預言者と呼ばれる男の影響が強くなっているのではないかと。カムカムはその預言者の名はフードだと答えた。フードの教えに影響を受けた一部の巨人たちが、アード族はこのままでは神より大いなる罰が来てイラムが滅ぶと警告を発していると。議長は直ちに預言者フードを捕らえるよう命令する。しかしカムカムは信仰厚き者たちの怒りを買う恐れがあると難色を示した。命令を拒むカムカムに議長の表情がみるみる怒りに満ちていく。議長はカムカムを剣で切り捨てた。絶命するカムカムの横で恐怖に震えるタバブの心にはアード族への憎しみとさらなる恐怖心が湧き上がっていた。一方、昼夜を問わず過酷な労働を強いられている奴隷たちは空腹と疲労から次々と倒れ命を失っていく。そんな悲惨な光景を富裕層として見下ろす聖職者の中にタワブの姿もあった。尊敬する者を目の前で理不尽に殺され、信じるべき物事を見失い、苦悩する彼の目には一筋の涙がこぼれていた。そんな若き聖職者の心の迷いを新たな長となったシャナーは見逃さず諭し始めた。タワブよ、聖職者はアード族より富の番人を申し付けられている。すなわち我々は支配する側の民なのだ。怒りや悲しみが深い時は上を見てはならぬ、下を見るのだ。自分よりも弱き者に己の感情をぶつければよい。それがここイラムの正しき思想なのだから。薄笑いを浮かべ立ち去るシャナーにタワブは言い知れぬ恐怖と命の危機を感じていた。新たな長を迎え、聖職者の思想統制は過激さを増し、貧富による差別はより一層過酷なものとなっていく中、タワブはアード族に貸し付く聖職者たちの中に身を置くことができず、自然と奴隷たちの暮らす町の中にいた。脳裏に浮かぶのは尊敬するカムカムの姿だった。今自分ができることは何なのか、自問自答を繰り返すタワブの耳に突然女性の悲鳴が飛び込んできた。裏若き女性が富裕層に囚われようとしていたのだ。タワブは怒りを隠すことができず、聖職者の証であるローブを脱ぎ捨て走り出した。彼女は欲望を満たすための道具なんかじゃない。アード族やお前たちの掲げる奴隷制度は間違っている。命を顧みないタワブの発言は大きな衝撃となり、奴隷たちの心に響いていた。聖職者の地位を捨てたタワブはこれからは預言者フードの導きに従い、人として正しい道を進むと覚悟を決めていた。タワブの言動はアード族と富裕層の怒りを買うこととなり、たちまち取り囲まれてしまった。タワブは囚われの身となった。来る日も来る日も続く激しい拷問にタワブの意識は朦朧とし、体は感覚を失い始めていた。だがそれでもタワブの決意が揺らぐことはなかった。預言者フードの言葉を信じ従う。
日に日に激しさを増す暴力にタワブは死を覚悟し目を閉じた。薄れゆく意識の中、牢獄を出ていく聖職者たちの悲鳴と燃え盛る炎の音がかすかに耳に届いた。次第にその音は大きくなってゆき、けたたましい轟音とともにタワブの意識を呼び覚ました。奴隷たちが一斉に立ち上がり、アード族に囚われた仲間を解放していたのだ。タワブは彼が助けた奴隷の娘とロザーンと名乗る男によって救出された。あなたは私たちに立ち上がる勇気を与えてくれた。今夜私たち奴隷は暴力と恐怖の世界から解放される。そびえ立つ円柱状の建造物の周囲ではグレンの炎と黒煙が立ち上り、夜空を焦がしていった。アード族が巨大な武器を振り回し威嚇すると、奴隷たちは恐れることなく炎で立ち向かう。奴隷たちは武器とは言い難い建築器具を駆使し果敢に挑むが、アード族の攻撃は凄まじく苦戦を余儀なくされる。タワブとロザーンもまたシャナー率いる聖職者たちに追い込まれていた。うつけ者タワブよ、伝えたはずだぞ、自分よりも弱き者に己の感情をぶつけろと。このようにな。シャナーが剣を振り上げた瞬間、死ぬ風が聖職者たちの体勢を大きく崩した。風はどんどん強さを増し、瞬く間に天まで昇ると大きな渦となり、暗雲を呼び寄せる。無数の稲光は凄まじい閃光とともにイランの町に落雷し、アード族を薙ぎ払う。町を一掃するかのように凄まじい風が吹き荒れ、円柱の建造物が悲鳴を上げ傾き始める。それは誰も経験したことのない武田けしく荒ぶった巨大な嵐だった。次々と吹き飛ばされるアード族と富裕層たち、タワブの目の前でシャナーたち聖職者も吹き飛ばされている。タワブとロザーンは悲鳴を上げる体に鞭を打ち、残された奴隷たちと共に避難を開始する。嵐はまるでタワブたちを守るかのように風の壁を作り上げ、イラムの外に導くと、アード族と富裕層を閉じ込め、さらなる猛威を振るっている。イラムの象徴とも言うべき円柱の塔は凄まじい風に押し倒され、轟音とともに崩れ去っていった。アード族の国イラムは滅んだ。飽食、堕落、暴力、権力と財力を持つ者を支配していた邪悪に神の怒りが落ち、奇跡を起こしたのだ。タワブと奴隷だった者たちはこの神により与えられし奇跡に応え、新たな時代を築き上げていくことだろう。みんなどうなったんだ。でもあれだけの量の兵士で勝てるの？絶対に勝つよ。皆が不安になるのも致し方ありませんな。あれから随分と時が経ちました。しかし未だ上がらぬ炎の知らせ、そろそろ辛い決断をする必要があるかもしれん。それはメッカを捨てると。石膏に見つかった恐れがあるのだ。アウス、決断は早い方が良い。どうかご無事で。動くな。俺たちは負けたのか。なんとも不毛な抵抗であったな、メッカの民。これで勝ったなんて思うなよ。必ずムッタリブ様が。アルハダ、
とうに知っておるわ。ムッタリブたちが逃げ込んだ場所などな。貴様たちの処刑が終わり次第、我が軍はかの山に赴き、ムッタリブと残りのメッカの民を皆殺しにする。貴様の思い通りにはならないぞ。ふん、ゾウ殺しの男か。そうだ、もう一度だ、もう一度俺と戦え。いや、今度は俺の番だ。俺こそがメッカの代表だ。どうした、落ち着いたか。アブラハー、無礼者め、今すぐ黙らせよ。ふざけるな、俺との決着が先だ。かかってこい、アブラハ。俺が怖いのなら今すぐ負けを認めろ。殺されているか。愚かな、おとなしくしていればよいもの。俺はゾウ殺しの男、貴様らなどに決してやられはしない。アブラハ、これは脅しじゃないぞ。すぐにこのメッカから立ち去らなければ今この場で死ぬこともなる。隊長、ニザール隊長、驚かせおって。メッカの民よ、見るがよい。これがその方らの祭り守らんとした神の所業。貴様たちの虚しい抗いなど何の意味も持たぬのだ。これで理解できたであろう、世の行いこそが正しかったのだと。まだだ、まだ終わってなどいない。最後に勝利するのは俺たちだ。こやつ、諦めという言葉を知らぬのか。よかろう、ならば余が教えてやろう、諦めという言葉をな。ハウカブよ、象による処刑を始めよ。一人ずつゆっくりとな。御意、これより愚か者どもの処刑を行う。配置につけ、象前。恐ろしい野郎だ、アブラハってのは。隠れるぞ、今さら見つかっちまったらシャレにもなんねえ。まずはこやつからだ。ここから順番に踏みつぶしていくのだ。やめろ。ゾウ殺しの男よ、諦めの言葉とともに命乞いをするがよい。さすれば命だけは助けてやる。アブラハ。目を覚めろ。死にたくなければ諦めの言葉を。アブラハ、これが最後の警告だ。死にたくなければ今すぐメッカから立ち去れ。直ちに処刑を再開せ。バフムード、お前。やれ、バフムード。死ね。ゾウが言うことを聞かなくなり、俺たちの処刑を拒み始めたのだ。
そして一斉に同じ方向に向き直ると次々とひざまずき頭を垂れたのだ。一体何が？大変です。ゾウたちが皆同じ方角を向きひざまずいております。同じ方角？まさかメッカの方角だとでも言うのか？総督閣下、これはもしや。黙れ。なんだかわからないけど行こう。はキャツラの言ううろたえるな。貴様、騒ぐなと言ったはずだぞ。しかしそんな、これがヤツらの言う神だとでも言うの？許さぬぞ。メッカの愚民ども、何人たりともこのアブラハの進軍を止めることをあたわず、それはたとえ貴様たちが崇める神とて同じこと。世の邪魔をする者は容赦せぬ。これが神の奇跡か。笑わせる。何が起こってるんだ。顔を出すな。見つかるぞ。シャム、ズララを頼む。え、まさか。ああ、蹴りをつける。そんな、ちょっと無茶だよ。このアブラハ自ら葬ってやる。おじけづいてな。出てこい。貴様のような虫けらどもに、よもやここまで追い込まれようとは思いもよらなかったわ。だがこれで終わりだ。頼みの綱であった神の技でさえ世には傷一つつけることができなかったのだからな。こんなにたくさんのツバメが。貴
跡だ。奇跡が起こったのだ。すぐにムッタリブ様に。その必要はない。見なさい、すでに伝わっていることでしょう。おい、なんだこれは。ツバメか。なんで海ツバメがこんな山の頂上に。すごい数だぞ。ムッタリブ様、これは一体我々に何かを伝えているかのようです。おお、おお、おお、これは間違いない。神の御業、奇跡が起こったのだ。アビブ。はい。敵はどこだ。大丈夫か。その通りだ。勇気を持ち、諦めず、戦い続けた者たちにのみ起こる奇跡。俺たちもまたこの奇跡を語り伝えていかなければ、彼ら先人たちのように。あの鳥たちは神が起こした奇跡です。これは新しい時代を呼ぶ兆し。新しい時代。ええ、それはすぐそこまで来ています。勝利を知らせる光とともに。おい、見ろ。菊仙城から幸せの繭の息子が言っていた。勝利の光。お父様、あの光は間違いない、アウスの光だ。